はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GKです。今日はリアタイドをまたやっていきたいと思います。今日もね、ある程度の選手用意しました。というのが、はい、もうサムネに出てると思うんですけど、ついに、まあね、いろいろね、話題にはなってました。ただ今まであえて触れてこなかったんですけど、まあ、もうそろそろいいでしょうということで、はい、中日三嶋選手です。若手ですね。また若手の選手を使っていきたいです。27、あ、でも27歳か。昨年の成績は2勝2敗4ホールド、悪くないですね。防御率も3点台ですね。投球回数も34回投げてて、奪三振も30、まあ奪三振はね、まあそんなに気にしないですけど、すごいですね。まあ要は中継ぎのね、セットアッパー候補になる選手でしょうね、中日のね。これからね、成長株ですよね。なんて言ったで、このツーシーム A、これをね、ちょっと使ってみたくて、まあ大野選手って使い慣れてはいるんですけど、ツーシーム A はね、まああえて、まあ変化量マイナス1になっても結構強いんじゃないかというところで、ただね、リアタイでね、当たったところは見ないので、まあ使ってる人はあんまいないのかなと正直思ってます。ただまあね、わからないですからね。たまたま僕が当たってないだけかもしれないんで、まあ中日の先輩大野選手はね、この通信名があるんですけど、まあ僕もね、だいぶ長い間使わせてもらってるんですけど、長い間って言ってもそれでもないか。まあここ3ヶ月ぐらいか、ただ、全然使ってなかったですね。ここ3ヶ月ぐらい使ってるんですけど、ということでやっていきたいと思います。今日はね、契約書開封はね、すいません、ちょっと先にやっちゃいました。でね、結果はね、出なかったです。すいませんね。間違えて動画のこととかすっぽり忘れちゃってて、なんかその場のノリで引いちゃって、リアタイトで引けばよかったとは思ったんですけど、申し訳ないです、本当。ということで、じゃあ、今日は、まあ、2回から。まあ、もしね、どうしようかな。高校だったら、1人投げ終わって変えるかもしれないです。まあ、とりあえずやっていきましょうか。じゃあ、対戦画面まで飛びます。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、まあ、大野選手なんですけど、偶然お相手の方も大野選手だったので、僕は高校でしたね。先行でしたね、すいません。先行なので、まあ、2イニング目に出すかな。まあまあとりあえず大野選手攻略を頑張っていきます。何やってんだと。なんだ今の。さあ切り替えていきましょう。ストライクね。さあノーストレートね。使い分けてくるタイプか。そんなに勝負は急がないタイプかもしれないですね。さあ勝負球かな。あれスライダー入れ。ああ入らんか。さあチャンスですね。ツーベース打ってからの。お相手純粋、純粋ではないか。キャッチャー誰だこれ。おお、えぐいな、やっぱツーシーム A は。ああやはりそうですか。おっつけて打ちました。くそ、ど正面かい。まあまあ捉えたと思ったんですけど、狙ってはいたんですけど、おお手が出そうやった今。さあ点はとりあえず欲しいよ。ゲー、あ、なんで入らない。打球が上がんないですね。くそ。さあ1点じゃちょっと悲しいですからね。まあ、ここはストレート張る。多分ストレートでしょうね。もう1球あるかもしれないですね。もう1球ストレート待ち。さあ2球目は何か。なほか、いやまだストレート諦めないです。いや来たけど、ああ抜けたか。くそ振り遅れだ。今のは多分広角ついてなかったかな。どうかな。ここは通信ですね。いやー先っぽやな、もったいないな。ツーシーム A やっぱえぐいっすね。めっちゃ曲がるね。もったいないな。もう1点ぐらい欲しかったっすね。1点じゃね、ホームラン打たれちゃうと同点なんで、ちょっと怖いっすね。
さあここからは、さあまずは大野選手からいきましょうかね。通信 A の先輩としてめちゃくちゃ曲がりますからね、通信ね、本当に使ってたら楽しいぐらい曲がるよね。キャッチャーどこに構えるか。OK。大野選手もね、本当に沼にはまったらね、ヒット打てないですからね。僕もね、結構怖いんですよ、大野選手対戦するの。もうね、なんていうのかな、なんかね、術中にはまりやすいですよね、本当。千賀選手とかより全然術中にはまりやすいイメージがあります、僕は。なんでかっていうと、ツーシームの変化量が大きいっていうのもあるんですけど、結構ね、なんかゲッツー叩きやすいイメージなんですよね、こういう時に。フラグ立てましたよ、相手の方。なんかね、このツーシームとフォーク、ここら辺とか、ここら辺ね、結構ね、むずいですよ。ああ、そう、ボテボテすぎましたね。ああいうのでね、結構引っ掛けてゲッツーとかなりやすいんですよ。僕のイメージ、だからね、僕はね、基本的には、まあ、ストレートはあんまり、ああ、危ないね、びっくりした。打たれたかと思った。OK、OK。あんまりね、ストレートには張りたくない、ツーシームをなるべく転がさないような感覚で打ちたいイメージ。乗せる感じね、下の方、まあ、フライが上がったら仕方ないですけど、ストレートもね、左バッターもマジ打ちにくいですからね、僕もね、苦手なんですよね、左の方の選手。そうそう、いや、この見分けがね、僕ね、左はね、結構インコースの見分けがね、なんていうかな、なんか窮屈なんですよね、なんかね、か窮屈に感じる、インコースが。右バッターはね、そうでもないんですよね、右のツーシームの選手でも。なんかね、なんか左だけね、左のここら辺が僕、苦手なんですよね、本当に。きた。いや、オッチーさんはね、もう本当最高っすよ。もう今年もね、帯出てほしいですね、本当。タイムスリップでは出ないんでね。え、うわー、もったいない、めちゃくちゃチャンス。何やってんの、うわ、何やってんの。久々動画でカクカクなってないような気がする。もったいないな、今のはもったいない、打たないといけないんですけどね。ああいうところをもっとアジャストできるようになったら、もっともっと連勝とかね、重ねていけるとは思うんですけど、三妻選手の今日は企画なんでね、本当もうちょっと手欲しいな。3点あったらまあいいね。重くないのがいいねって言った瞬間に重たくなり始めましたね。なんか嫌な予感がするな。2点か。2点守れますかね、こっから。さあ、やりますよ。こっから。さあ、投入。さあ、ドラゴンズリレーですね。わ、レベルね、低いな。レベル低いけど。全然曲がないですね、さすがにね。あ、やばい、やってしまった。いや、ラッキーやな。もうちょっとレベル上げるべきやったかな。まあ、これでも十分意味はあるんですけどね。これコントロールがね、つきにくいっていうのはありますよね。OK。他の球もね、なるべく。投げていきます。ああ、ここはまあまあまあ。感覚が。さあ、といって。ちょっともったいなかったですね、今ね。さあ、いけ。いけ。ベストピッチ。OK。低めの変化球。3球目は何で来るか。あー、でもこのぐらいにやったら全然曲がらなくなった。嘘だろ、全然曲がらなくなりましたけど、もうスタミナ切れたんで仕方ないですけど。何投げるかな、高めとか投げてみますか。
うわうまこれ無理かも、これ無理だな、これやな、これもう無理やわ。だってツーシームがストレートになってしまってる。あ、いいとこ偶然いいとこ。どんぐらい落ちる、あ、やばい、行かれたらしゃあない。あ、タイミングはまあ崩せるからね。ただ打ち取れるかって言ったら厳しいな。まあいいですけど、企画なんでね、まあ、勝ち負けではないんでね。ただまあ検証なんで、あ、やばい、もう終わった、あれ終わった、あ、本当に終わったわいや、分かりました分かりました、使わない理由が。これはちょっときついな。ここまでも上がらんかったっけ、今までツーシーム。ああ、そっか、まあ今まではね、変化量がね、 F とか C とかぐらいの選手だったから、まあ、ある程度曲がらないの予想してたんですけど、あっこまで曲がらないとは思わなかったですね。一応セーブがつきました。はい、中日リレーで無事やりましたねまあということか。やけん、あれを三馬選手が A ランクとかで来て、まあ、今の外小場選手とかの位置を確立できるなら面白いかもしれないですね。うん、あ、でも面白いですね、こういうことしないと。普通にね、リアタイやってるだけじゃ気づかないところもあるんでね。まあこれはね、結構みんな試してる人いるかもしんない。ただまあレベルマックスにしてちょっとやってみたいなっていうのはありましたね。ただまあ B ランクなんで、 B ランクだから、まあまあ変化量マイナス1はまあ当然つくんで、まあでもあんなもんか。まあまあまあ、ワンポイントとかやったら使えるかもしんないですね。でもね、あの1回投げるんじゃなくてね、ワンポイントとかでつなぎで投げさせるとかね、はいいかもしれないです。でも結構面白いですよね、ああいうね、能力の選手もっともっと出てきてほしいですね。昔のピッチャーとかでいないですかね、なんか面白そうなね。なんかに、あの外小場選手タイプとかじゃなくて、ああいうなんかな、あ、でもまあ折り辺持ってる選手、ああ、やけんね、小宮山選手出てほしいんですよね。僕シェイクをね見てみたい、本当に。あの、出ないかな小宮山さん今確かあれですよね、早稲田の野球部の監督かなんかしましたよね。でもしそれそのまんまだったら、どこのフロントにも入って、まあ、もしかしたらちょっと僕の情報不足かもしれないですけど、入ってなかったら OB 系か、 OB ってなると、まあ、結構待たないといけないんでねでもね、出てほしいですよね、出てほしい。うーん、ああいうピッチャーちょっと見てみ、そういうピッチャーをちょっと使ってみたい、癖のある球を持っているピッチャーね。うーん、まあ今日はね、まあ、無事勝てて、まあ、大野選手もね、打てたんで、まあ、良かったですね。うん。とりあえず、ここで、じゃあ、今日の動画、このぐらいしておきましょうか。ね、皆さん、まあ、宣言、まあ、外出禁止とかね、禁止じゃないや、自粛か、とかがね、いろいろ、大変な思いされてる方もいると思いますけど、まあね、プロスピ一緒に盛り上がってやっていきましょう。ということで、今日の動画は、ここで失礼します。お疲れ様でした。